コンさんも来てるいつの間にか。
ここ攻める機会伺うんだよ。じゃあ名古屋から来ました、琉球ウィッシュバンドのルーでございます。酒の席だろ。今日ね、本当は一人で呼ばれたんですよ。一人で呼ばれたんだけど、これ絶対無理だと思って一回断ったんですけど、そこにいるなんか前回の出演者にちょっとこう下からつつかれて、ちょっと悔しくて、すげえ悔しくて、で、まあ、ちょっとバンドで呼んでくださいと改めてお願いして、会社に。で、まあ、ちょっと来たんですけど、この雰囲気にちょっと慣れないですね。カズ下がるなって。前来い。前来い。出て来て。来て。全然慣れないですけど、まあ、気にしないでやりますわ。はい。
で、やっぱし2人っていうか、最初本当はアコーディオンもいたんですけど、ちょっとまあいろいろあって来れなくなって、で、2人じゃちょっと不安なんで、今日はちょっとジョンソンズモーターから、リナマメを。ビールこぼしたからちょっとだけ待って。ちょっと待って。ごめん、ほんとごめん。いいとこごめん。ちょっと休憩させてもらう。てかお前ビール置きすぎやん。ごめん。なんぼ置いとる。
最初からさすがやな、だお父さんもやわーしょい、一応こんな沖縄の三振使ってますけど大して沖縄民謡とかできないんで、ちょっとアイリッシュのポルカのおーいいね、ちょっと笑ってたいと思います。一期一会だよ、一期一会とりあえず行きます。今日死んでもいいんだろ。行きます。はい、ありがとうございました。Thank you.
の眠い。ありがとう。おお、あちらのさん。僕はエピソードに阪神タイガースに打ち込むとは思わなかった。